もうすぐクリスマス。サンタさんに何もらおうかな。そうだ、欲しいものを書き出してみよう。よし、できた。書きすぎだろ。ちなみにお前はいつもいい子にしていないからプレゼントもらえないぞ。なに、バトルスピリッツ、バトスピやろうぜ。 X、 未来から来たカリスマジャスティス立花と対戦するのは小山優希くんだ。頑張るぞ。行くぜ、ゲートオープン、開放。優希くんのターン。ライトプレイドラー召喚。おお。スプライトドラゴンアタックします。アタック、ブロックだ。でお互い破壊だ。総陣中ノコギラファを召喚。召喚時効果、相手は相手のスピリット2体を披露させる。ノコギラファでアタック。ナイフで受けます。ナイフで受ける。皇帝竜スーパーセルドラグーンを召喚。ワンチャージして5000以下のスピリットにて破壊します。ではダンデラビットと極楽鳥が破壊される。やるな。では行くぞ。光樹神ヘラクダイナスを召喚。ロックスレアか。ヘラクダイナスでアタック。相手はスピリット2体でないとブロックできない。2体のスピリットでブロックだ。スーパーセルドラグーンとバトルして破壊。ダークマッハ G でアタック。ヘラクダイナスの効果で2体じゃないとブロックができないぞ。ダマスクスとスプライトラグーンでブロック。ダークマッハ G が破壊される。ブロッカーがいなくなったな。ノコギラファでアタック。フラッシュタイム。ダークマッハ G を召喚。ナイフで受けます。では行くぞ。ダークマッハ G でアタックだ。じゃあライフで受けます。これが俺の正義だ。今回の勝者はジャスティス立花だ。ユキ君残念だったが君も素晴らしいカードバトラーだ。ジャスティス立花のバトル解説。光樹神ヘラクダイナスは自分のアタックステップ、このスピリットか神速を持つスピリットがアタックした時、相手はスピリット2体でないとブロックできない効果を持っている。ヘラクダイナスと神速を操り勝負を決めろ。今年ももう終わりか。1年間たくさんのカードバトラーたちと熱いバトルができたぞ。まだ戦いは終わっていないぞ。何？ギャラクシーエナジーを満タンにした私と勝負だ。ジャスティス、面白い。そのバトルを受けて立つ。これまでの修行の成果見せてやる。次回カリスマ同士の最終決戦。対戦希望者はカートゥーンネットワークのウェブサイトへ今すぐアクセス。今回のバトルで使われたデッキレシピも公開中だ。公認店で予選大会開催。予選を突破してチャンピオンシップ出場を目指そう。 This is my justice.